はようございます。深山です。ホーリーバジル、大変人気のある植物です。今、ポットで栽培をしています。このホーリーバジルを、栽培したい方、あとはね、ホーリーバジルをね、育てて、美味しいガパオライスを食べたい方、またはホーリーバジルを、育てて、美味しいね、ホーリーバジルティーを作りたい方とかね、そういった方向けにご紹介させていただきます。で今日は、今、128のこの、セルトレイに、苗を、育苗しているので、今度こちらの苗を大きい3号ポット、9センチ幅の、ポットに、ポット上げという作業をしていきます。で、この作業というのが、今こちらで大きく生育してきた苗をさらに大きく、していくために、行います。で、定植時期は、ここからさらに、半月から1ヶ月置いて、定植に持っていくような形を持っていき取ります。でそのために今この中だとこれぐらいの大きさになるとですね、根がとぐろを巻いたりだとかするのでだいぶストレスを感じてしまうので、こちらの方からこちらに移し替えて根を大きくね広げてあげて、大きく生育させるためにポット上げという作業を行っていきます。でちなみにこちらの方このまま定植しても特に問題はないんですけど、まだ定植するまでには時期が早いので、定植する前段階にもう少し苗を大きく生育させるためにポット上げという作業を行っていきます。で早速ですけどこちらの苗をねポット上げしていくんですけど、でちなみにこのポット上げしていく、前にやっておくべきことっていうのがあって、まあ、1時間ぐらい前には梅土を湿らせて十分こう根っこからね植物自体に水分を吸わせておく状態を作っておくといいと思います。で試しに今ね一つだけ出したので、行っていきます。使う梅土は普通のお野菜の梅土です。でこのお野菜の梅土を使って先ほど、ポットからセルトレイから出したこの苗をですねこちらの方に植え替えていきます。鉢上げという作業なんですけど、周りに軽くね土を、寄せて最後根元付近を軽くこう鎮圧してあげる、ね、これで出来上がりです。であとはこのポット上げをするのにあたって注意すべきポイントっていうのは根をあまりこう傷つけないことっていうのをやります。ただまあ、根を傷つけてしまったとしてもホーリーバジル自体は植物がすごくこう、生命力というのかな強い植物なので多少根っこが切れても大丈夫です。イメージしてもらうと分かると思うんですけど、玉ねぎとか長ネギとかもネギの根っこを切って植えるっていうこともあります。病害虫に強くなるようにとかそういった目的で切っても玉ねぎとかネギは非常に強くてその後の生育状況もいいです。まあ、それと同じような感じで考えていただいていいんですけど、まあ、そこまで強いわけではないんですけど多少根っこをね切れてしまってもまあ問題はありません。そこまでデリケートな植物ではないので結構過酷な環境でも育っていただくくれる植物です。でそれがホーリーバジルです。まあ、もちろんスイートバジルも同様にそうです。畑の土とかはですね、まあ、有機質な土の方が、まあ非常に育ちやすいっていうのはあります。畑の土自体はそれほどこだわらなくても大丈夫です。お野菜とかねそういったのを作られていた後の、畑の土に元肥とか入れなくてもそのままで生育できます。追肥も別にする必要はありません。まあ、栽培方法等についてはまた後々詳しいことは説明していきますけど、まあ、一応今日はねこういった形でポットの鉢上げポット上げ作業というのを、行います。まあ、このような形でポットの方へね移し替えていくっていう風な作業を取っていきます。これ気をつけなきゃいけないのはこの根元から抜くと非常にこう切れやすいので根元のところは持たないで下からねピョンって吸い上げてあげると簡単に抜けますので、
で、この抜けたのをポットのバイドに真ん中にこう穴を開けてあげて、そこにポンって差し込んであげるとこのように埋まります。で、この周りにバイドをパラパラーと入れてあげて、まあ、大体8分目ぐらいまでは入れてあげて、あとは根元付近を軽く鎮圧をしてあげる、はい、このような形で、ポット上げ作業というのは完成です。で、この後また水をねたっぷりとあげてい、くといいです。液肥とかを2週間に1回ぐらいずつあげるとさらに生育状況は良くなります。ただこの後気温が上がってくると、非常にこのホーリーバジルは暑さに強いので、暑さに対して非常にこう生育状況が良くなります。なので、まあ、それに対して水切れがなければ十分生育ができる植物なので、水を与えていくといいと思います。ポット上げ作業というのをね行っていきます。で、このポット上げをするにあたって、これちょっとまだあるかな。このポット上げをするにあたって、で、このポット上げをしてから定植までの間にバイドにしっかりと根がついている状態、まだバイドに根がついてない状態だと定植には向きません。なぜかというと、このポットからバイドごとこの苗を出してあげたときに、根がそれほどこう生育してない状況で出してしまうとバイドが崩れてしまったりだとか、そういったことがあるので、まあ定植するときには必ずこの裏側の穴が開いているので、ここに根っこが見えるかどうか、ここの部分に根っこが見えたらそこの方までね十分こう根がこう張ってくれてるんだなっていうのが分かるようになるので、まあ、そういったのがいいと思います。あとはここから2段3段とかって出てくるので、もう3段目ぐらいになってるとだいぶ中で根っこが詰まってる状態になってきます。まあそうなってきたらもう定植を早めにした方がいいのかなっていう、定植する時期ですね、見極め方っていうのはそういうふうになります。ということで、今回ポットの、ポット上げ作業というのをね、ご紹介させていただきました。まあ、この後これ全部ポット上げをしていくんですけど、でこれをまた育苗ハウスの中でね管理をして行っていきます。まだ寒さに弱いんでね、外の外気にはさらしながら行きますけど、まだ寒さに弱いので、寒さに弱いと生育状況がちょっと乏しいのでね、ハウスの中に入れたり、あとはハウスを開けて、外気にさらさせてあげたりだとか、そういったことをしながら定植まで持っていくようにします。まずこれからホーリーバジルをね栽培したいという方たくさんいらっしゃると思いますんでね、ぜひ参考に、ね、していただけたらと思いますので、まあ、よろしかったらねこのチャンネル応援していただければと思います。